こんにちは。ジーンズをね、たまに履くことがありますけども、このジーンズ履いてみたら、ここはちょっと破れてたんですよね。ジーンズなんで、こういった一部ダメージが入ってるのも、そんなに変なことではないんで、継続して履くこともできますけども、今回ですね、これは、廃棄しようかなと思います。本当なんかジーンズって、長持ちしますよね。これ多分10年ぐらい履いてると思います。もっとかもしれません。まさかね、買った時はね、こんなに長い付き合いになると思わなかったんですけども、今50を迎えようとしてる時に、未だにね、こうやって、一部は切れちゃいましたけども、ほとんど使えるんですよ。でも今回これを捨てようかと思いますね。確かにあってもいいんですよ。保管する場所がないわけじゃないし。それに別に縫い付けてもいいし、縫い付けなくてもジーンズってちょっと破れてるぐらいでも不自然じゃないですよね。いやでも一つのきっかけですね、これが。他にもジーンズいっぱいありますし、ズボンもいっぱいありますしね、着るものにはことかかないんですよ。それこそ1年かかってもほとんどの服を着ないまんま衣替えのように入れたり出したりしているような状態なんでね。皆さんもそんなことないですかね。これは今日持ってありがとうゴミ箱に行くようになります。はい。でね、なんか思い出もあるんですよ。薄いブルーのジーンズ、冬に履くもんじゃないよっていうふうに教わったことがあって、でも夏場のもんだよと。冬はね、もうちょっと濃い色のものを履いた方がいいんじゃないかっていうこととかね、いや思い出しますね。でもウエストサイズがそんなに変わらずにここまで着れたんだなと思ったら、本当長い付き合いをさせてもらったというところですね。まあこうやってね、あるなんか物を捨てる時にでも動画で残せるっていうのは何なんですかね。でも本当いろいろと思い出深いものがあります。ありがとうございました。まあそれだけなんですけどね。はい、すいません。皆さんにあんまり関係ないかもしれませんけども、なんかでもちょっと分かるわみたいなところがあったら嬉しいですね。それじゃあ。